今回はピクセルバッツを使ってみての感想と私の言葉で使い方を説明します。皆さんこんにちは、 YouTuber のゆいこです。いつも動画をご視聴いただきお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。動画の高評価ボタン、チャンネル登録をしていただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いします。では今日の応援団ですが、小柳のゆきちゃんのぬいぐるみ、あれどっちに、真ん中はいいんだけど、どっちに何置いたっけ、じゃあカメラ向かって一番右は、ラナちゃん、そして中央はランちゃん、そして一番左はシリンちゃんです。ぬいぐるみちゃんたち順番間違ってたらごめんねっていう感じです。はい、では今回は前回の動画の、続編、続きで、使ってみての感想と、使い方ですね、私の言葉で説明します。使ってみての感想は、主に私は自宅で使っているんですけど、外で使うと誰かにぶつかっちゃった時にその弾みでポッて落っこっちゃって、どこ行っちゃったとかなっても悲しいなと思うので、家で主に使います。お部屋の掃除をする時なんかに音楽を聴きながら、掃除をしています。そうするとすっごくはかどります。なんですかね、こうアップテンポの曲を聴いたり聴きながらやったりするととにかくはかどります。はい、本当に掃除苦手なんですけれども、でこのどうにか苦手意識を克服したいなと思って、疲れちゃってる時はねお部屋の掃除難しいんですけど、どうにかこう何もこう疲れがない時なんかどうにか苦手意識を克服したいなと思った矢先、そうだピクセルバッツの力を借りるしかもうないなと思って、それで、やってみたら意外とはかどりました。なのでこれから Bluetooth のイヤホン買おうかなって思っている方で、もし掃除が苦手な方はですね、ぜひ試されてみてください。おすすめです。はい、であとはですね、またケースをパカッてやってて、このイヤホンなんですけど、音楽を聴いてる時にいくつかねやり方があって、音楽聴いてる時もそうですし、あと時間を知りたい時とか、主にこう Google に話しかけて、知りたいことなんかもこのイヤホンで全部賄えます。じゃあじゃあまず音楽を聴いてる時、このイヤホンに装着した部分をポンって1回タップすると音楽が止まりまして、でまた再生させたい時は、またこの耳に当てる部分をポンって1回タップします。シングルタップですね。で、次の曲に進めたい時はポンポンってダブルタップすると、2回叩くと次の曲に行きまして、で前の曲に行かせたい時はトリプルタップですね。ポンポンポンって3回イヤホンの部分をポンポンポンってスピーディーに叩いてあげるってちょっと不適切な表現だったかな。ポンポンポンって軽く3回、タップすると、前の曲に戻ります。で、例えば、音楽を聴いた状態で時間を知りたかったら、イヤホンの部分を長押しして、そうするとポンって音が鳴るんですね。そうしたタイミング、そのポンって音が鳴ったタイミングで、話しかけてあげると今の時間はとかで指を離すと、またポンポンとか音が鳴って、で時刻は何時何分ですみたいな、Google のアシスタントが答えてくれます。あとはですね、他にも、私はね午前0時を回るとね
今日のおみくじの結果はって言ってね、おみくじの結果を聞くんですけど、それもできますね。はい、おみくじの結果はドドンドド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 ンみたいな太鼓の音が鳴って大吉ですとか言ってくれます。いろいろね、大凶とかね、私が聞いたことあるのは大凶と正吉と、え、正吉だっけ、あと吉と、あとあれなんだっけ、大吉とあと大大吉、そうっていうのを しか聞いたことないな、今までいや、これまで。あとはね、まあ、今のイヤホン長押ししてポンって指を離すとっていうパターンは、他には天気も聞けるし、あと例えば私が大好きな若隆景の誕生日を生年月日とか身長とか聞きたかったら、若隆景の身長はとか、若隆景の生年月日はとか、若隆景の年齢はとか笑うところか、だって嬉しいんだもん、嬉しいから笑っちゃった。だから要はあの若隆景の、要はあれだよね、ウィキペディアにの、ウィキペディアをもとに多分 Google が拾ってきて、それをまああのあらゆる情報を教えてくれます。ウィキペディアに載っている情報をもとに大体の情報は教えてくれます。はい、他にもね、有名の有名人とか、あと NHK のアナウンサーとか、そういった方々の、年齢とか誕生日とか教えてくれます。はい、まあ他の Bluetooth のイヤホンだとできるかどうかちょっとわからないですね。私が今使っているのは Google から出しているものだからできるっていう感じで、まあ、他のイヤホンだとちょっとわからないな、使ってみたい、見ないと。もしかしたらできるかもしれないけど。で、あ、そうだ、前の動画でスマートフォンとの接続の仕方を言ってなかったんですけど、このケースをパカッて開けてると 2,3 秒ぐらいで、ピクセルバッツに接続しますよみたいな画面が出てきて、で図解でこういうことできます、ああいうことできますみたいな画面が次々に現れて、でセットアップ完了みたいな感じでしたね。何分出てきたんだっけな、10分はかからな、忘れましたすいませんでも大体10分ぐらいかな、10分は超えなかったかも。で2日に一遍ぐらい充電しますね。なんかね、すごくあのケースにバッテリーが内蔵されてるよって言ったんですけど、あまりにもバッテリー残量が低くなるとスマートフォンに通知が出てくるんですよね。それで、あ、充電しなきゃなみたいな感じですね。はい、っていうのが、今時点で分かっている使い方ですね。で感想は、とにかく音すっごくいいですね。申し分のない感じですね。で私が音楽聴いた時に一番真っ先に気になるのって低音なんですね。低音なくして音楽って成り立たないと私は個人的には思ってて、やっぱり何事も土台なくして組み立てられないですよね。まあ、音楽もそれと同じだと思ってて、この和音に来たらこの、低音はどういう動きしてるのかなとか、そういったことがイヤホンない状態で音楽聴くと気になりますね。だから半年間有線のイヤホン使ってて、あー低音聞こえないじゃんみたいな感じで物足りなさを感じていましたが、このピクセルバッツが来てくれてからは、あ、もう半年間物足りなさを感じていただけにもうすごくもう十分すぎるぐらいも低音が聞こえてとってもありがたいですね。なので私にとって Bluetooth のイヤホンは必須アイテムですね。半年間こう買わないで我慢して待っただけあったな、待った甲斐があったなって思いますね。で多分ね、存在に扱わなければ 2,3 年は使えると思いますね。まあ、どうしてもバッテリーが劣化しちゃってっていう時は、まあ、買い替えざるを得ないと思うんだけど、もう乱暴に扱わなければもうずっと、使えると思うので、はい、というわけでね、今回はピクセルバッツの、私の言葉で使い方の説明と
あと感想をお話ししました。いかがでしたか。そう、あとね、気になったのオーディオテクニカね。そう、オーディオテクニカから出てるのはなんと水洗いもできるという、すごいですよね。やっぱりイヤホンってね、やっぱりどうしても汚れちゃったりするから。そう、ピクセルバッツは水洗いできるっていうのは聞かないので、多分できないと、できないんじゃないかなって思いますね。そう、水洗いできるっていうのいいですよね。だから、うん、いいなって思うのはオーディオテクニカと、あとソニーから出ているリンクバッツですね。はい、そう、このピクセルバッツは、してると周りの音が聞こえにくくなるかな。はい、というわけで、本日の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただき、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録や動画の高評価ボタンをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber ゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。